いい当たりだ、ライトに飛んだ。さあカープとしての初ホームランが出ました。秋山翔吾、日本に帰ってきて、そしてカープに入団、その第1号が出ました。先制のツーランホームラン、これがバットマン秋山翔吾です。これが本来のバッティング、目の覚めるような一発が出ました。いや、石原さん、ものすごい当たりでしたね。素晴らしい当たり、素晴らしいバッティングでしたね。追い込まれていましたけど、速度であったり飛距離、まあ、バレル率なんていう呼び方もされますが、いろいろなこう数字、皆さんも目にすることが多くなったと思いますよね。そうですね、野球、今までどちらかというと感覚的にやっているものが数値化、見える化されることによって新しい野球の見方というのが増えてきたような気がします。ホームランになりやすい打球と、その打球速度は